宇都宮ブレックス渡辺博則選手、高島慎二選手。ブレックスアリーナ宇都宮で突撃インタビュー。ささみの上のやつ、いやいや揚げ、でも縁側は欲しいですね。犬飼いたいんで、犬がストレスならない家。綺麗好きです。髪の毛とか落ちてる気になってしょうがない。ソファー座ってたまにこう一回触ってこうゴミ感じると思うやつ。一体感、選手もコーチももちろんですけど、ファンもそうだし、フロントスタッフとかも含めた一体感が一番あるじゃないかと思います。他にも2人の素顔に迫る質問は、スーモ注文住宅栃木で建てるをチェック。